タコメーターがぶち壊れているということです。もらい事故だよなと思って。いや、そんなすごいよ。久しぶりですね。ガソリンあんまないな。やばかった。やばかった。マジでやばかった。辛くて超びしょ濡れになって今やっと乾いてきた感じ。乾いて、うん。あー冷たい。ってか痛い。うわー。これはきつい。今日はツーリングに行ってきますわ。ご飯食べながら行ってきます。また初めて奪ってしまった。あ、また奪われた。目的地へ。レッツゴー。レッツゴー。アッキーが喜んでる。なんか有名らしい荻野屋という釜飯屋さんです。え、同じなのかな。エバシーバじゃないのかな。こっちはなめこじ。さて、今日はアキコとログハウスにお泊まりする予定です。今日本当に朝からトラブル続きでして、3つ今日問題点があるんだよね。私3つもあんの。夏用のグローブどっか行っちゃったと思って。あ、そうで、冬ので来たんだけど、これは結果オーライだったの。で、もう一つはタコメーターがぶち壊れているということです。今、あ、今マジで。そう、直しに行かなきゃね。そうなの。てのと、もう一個がスマホホルダーがぶち壊れたと。やばい、やばいでしょ。ぶっ壊れることないよね、基本的に。何でも壊してるな私。やばい。いや、もう結構朝絶望したもん。どうやって集合場所に行こうかと思って、もう本当にノリで向かってたら高速乗っちゃったっていうね。そう、もうさ、朝からね迷惑かけっぱなしで本当に申し訳ないんだが、え、だんだん寒くない？なんか寒いね。そう、だんだん寒い。峠あるって聞いてなかったからな今日。ちょ、無理なんだ。あー、そうだよね。私行かないから。っていうのも、私 SR に最近乗れてない理由を説明しようと思ってたんだ。まあ、キコには説明したんだけどさ、みんな心配というか、なんで最近バイク乗らないのって聞いてくる方多いので、ここで説明したいと思います。細かいことはどうしても大人の事情で説明できないんだけど、簡単に言うとボライ事故だよなと思って。ボライ事故じゃない。あー、なるほどね。うん、ボライ事故に遭っていまして、心理的にちょっと SR に近寄れなくなってしまいましたと。仕事でねバイク乗るときとか、久しぶりにバイク乗れてすっごい嬉しかったりとか、今日とかはもうそろそろリハビリしないとって思って、アキコに付き合っていただいてもらってるわけなんですよ。めちゃくちゃ楽しいよ今日。雨にさえ打たれてなければね。そうじゃない、雨じゃなくて寝落ちだったから。いや、ほんとほんとほんと、最近ね乗れてなかったですけど、リハビリをしてますわ。ハッピー。ゆっくり行こう、ゆっくり。後ろのなんかトラック怖いわ。引かれるよ。え、これ左？右？左？あ、左よ。やろう。トラック、前行ってくな。うわぁ！うん。あっちゃん、先に走ってるから。え？私を犠牲にしてる。いや、いいよ。アッキキのためならね、女守らないと。おじさんはさ、峠を恐れないから。うわ、無理だ。20キロしか出せん。爽やかな場所に来てしまったね。一人で乗れるように。そうだね、大体大体通らされ。確かにここは走っててめっちゃ気持ちいいな。本当？こんなとこにあるんだ。なんかなさそう。駐車場どこでもいいかな。いいよ、一緒。パカーで、なんでもある。
ここは違うの？部屋の鍵でここも開くかも。いや絶対無理だこれ、鍵の規格が合わない。なんだろう、やっぱり謎の部屋だ。なんかこういうタイプの電気めちゃくちゃ久々に見た。ああ陰気ね。そう、カルザビル。え、でもダメなんだって、ネタバレになっちゃうから。これをね、言えない。言えないの？なんで？いや、ネタバレだから。あ、そうなんだ。握力パワー。あ、マジでパワー。いや普通に家にいて、炎は何、思いっきりふーって風が起こった。風が来たの、ここに。本当に？え、まだ開いてないよね。え、怖い怖い怖い。もう本当耳元で死ねばいいのにって言われた時があって。ちょっと待って、脳のなんか誤作動なんだなって思ってる。この四角を焼きます。ゴー。え、かぼちゃたちは、かぼちゃたちに全然強靭な体してるから。強靭。本当だ。聞いてない、聞いてない。顔プルプル。うますぎちゃん。お、出た。美味しいね。美味しい。外からチーズと。うん。ニンニク漬けにしてよ。やば。一人だけ残して。あと、これで私の今日の動画もこれでいいの？クソ眠い。朝のアキキだよ。あー、かわいい。昨日マジすいません。帰ろう、そしたら。ねえ、めっちゃいい天気だ。マジでここ安いし、超良かった。参りましょうタイム。それ良くない？帰りましょう。帰りましょうタイム。行くぞ。かかるかな。お、け。ああ。おーい。決まった。決まったぜ。やべ、ヒートめっちゃ熱い。ね、すっごいカンカン照りなんだけど。まあ雨よりはええわ。その他の危険の、やば、ちょ、今びっくりした。マリカーじゃん。結構峠とかなんか。ある？うん。たまにあるけど。あ、ほんと？マジで？わー、すごい、すごい綺麗。走ってるわよ。走ってるわよ。よく通らされるロードよ。通る時によく通らされる。通らされる。あ、左。左？めっちゃいいね。ただの夏なんだが。じゃあ行きまーす。はーい。そんなすごい。うわー、びっくりしたー。あー、びっくり。いやー、いいリハビリだわこれは。いい思い出を積み重ねていこうな。はい、ということで今日は軽井沢で秋季とリハビリツーリングということでね、すごい楽しかったし、よかったわ。え、待って、雨走行注意って書いてある。え、いや違うって。違うって。もういい。もういい、それ落ちらん。え、いや今も見たけどね。大丈夫そう？うん、でもなんかあそこちょっとなんかね、雨雲っぽいの見えるわ。まあ頑張って都内まで戻ります。アキラの方でも動画が上がるのでぜひ見てね。はい、酔っ払いは自粛します。ではでは、またね。またね。バイバイ。